西の風が吹いたので、地形の影響もあったかと思うんですけれども、富山とか金沢など北陸のエリアと、あと関東の周辺ですね、非常に暴風が吹き荒れまして被害も発生してしまったという状況になりました、はい、でこちらのエリアはもうだいぶ風はピークを超えてきまして、はい、皆さん の風の報告でもですね、まだですねちょっと風が強めで、傘がさせないですとか髪が乱れるとかちょっと外出危険といった報告も届いてはいるんですけれども、はい、昼間に比べたらだいぶ穏やかな風という報告がこれ昼間ですね増えてきてますのでこちらのエリアはもうピーク越えで、いいかなと思われます。ただ東北や北海道は今がちょうど風が強いタイミングになってまして、はい、特に青森県秋田県岩手県とあと函館あたりですね、この時間でも外出危険な風といった報告が届いています、はい、で青森県の弘前市では先ほどですね、最大瞬間風速で 31.4 メートルということで、はい、東北や関東よりは若干数字としては落ちるんですけれどもただ被害が起きてもおかしくないぐらいの暴風になっておりますので引き続きもう暗くて夜も見え外周りの状況もなかなか見えにくいので特に東北の北部から北海道の道南エリアの方はですね、なるべく不要不急の外出は控えていただいた方が良いかなと思われます、うん、この風は、はい、大体何時間ぐらい続きますか、ね、はい、ピーク自体はですね大体もうあと 1,2 時間ぐらいかなと見ているんですがすぐには弱まっていきませんので、うん、結局のところ明日の朝ぐらいまではまだ髪が乱れるですとか、うん、時々傘がさせないような強い風が、続くものと見られます。日付変わるとピークは超えてくるんですけれども、じわじわ弱まっていく状況かなと見てます。じゃあ明日の朝の通勤通学にははいそれほど影響はなさそうですからね。そうですね、あまり大きな影響はないのではないかなとは見ているんですが、うん、低気圧が発達して、徐々に弱まりながらではあるんですが発達したまま東に移動していきますので、北海道の、道南エリアなどはですねまだこう吹き抜けやすいところはビュービューと北西の風が吹くことも予想されますので北海道エリアの方は念のため最新の情報に注意いただいた方が良いかなと思われます、うん、なるほど、分かりました、はいはい、そしてもう一つ、はい、気温が随分上がりましたね、はい、そうですね、今日は天気の回復が予想よりも少し早かったので、気温が予想以上に上がってしまいまして、はい、徳島あたり、うん、このあたりはですね徳島で何だったかな 30.1 度ですね、あと三重の津、はい、ここで 31.0 度まで気温が上がりまして、本州方面沖縄除いては今年初の、真夏日となりましたね。で今日は西寄りの風が吹いていたので、もともと気温空気自体も暖かいということと西風で山を越えたところでフェーン現象もあってですね徳島とか、津とか山の東側のエリアで結構気温が上がってしまった状況だったんですね。はい、なるほど、ここでフェーンが起きるんですね。そうですね、時々こういうことはありますけれども、回復が早くてしかも暖かい空気がまだ、残っていたということが、主な要因かと思います。こう急に暑くなるとで結構その雨の後っていうことで、はい、むしっとした感じもありましたんで熱中症とかね、はい、そうですね、季節の初めの方に多いですよね、うん、そうですね、急に暑くなったりしますと、うん、もう体も準備できてないんですけれども、ね、服装もねちょっとなかなか脱ぎづらいような、長袖着てきちゃったわっていう方もいらっしゃったかと思いますので、確かに今日そういう意味ではね、ジャケットは暑かったですもん、うん、そうですね、ちょっと注意が必要なんですけれども、明日は、はい、
今日に比べると全般に気温は下がる傾向になりそうです、はい、で今日30度あった、徳島でも明日は18度19度ぐらいの予想ですし、三重県の津この辺りも同様ですね、20度、いくかいかないかといった気温のところが多くなりますので、今日に比べると特に西日本方面、東日本方面の方は体感的には少し気温が下がったような感覚が、強まるんじゃないかなと思われます。なるほど。じゃあ、はい、明日の天気いきましょうか、はい、で明日 の天気なんですけれども、はい、まあ、気温が上がらない要因として一つ雲が広がりやすいということがあるんですね。明日は天気図にはそんなにしっかりとは書かれていないんですが、はい、ですね、実はこの南海上のところに前線があります、うん、でそのちょっと北側のところにも天気図に書かれないぐらい の、上空の弱い前線がありまして、この前線のところは雲が広がりやすいんですね。で前線の雲を東に移動していきまして、その、前線の雨雲のところで西から東へと雨のエリアが移り変わっていくという予想になっておりますので、前線本体は、南海上にありますので、そんなに激しい雨にはならない見通しなんですが、はい、パラパラさーっと一時的にさーっとしっかりと降るような雨のところもありそうですので、明日は傘を持ってお出かけいただければと思います。はい、はい、で被災地の、熊本、大分のあたりはですね、だいたい昼間の時間帯ですね、明るい時間帯、日が高い時間帯に雨が降る予想になってまして、9時から15時ぐらいがメインかなと見ておりますので、朝、起きた時にですね、あまり雨が降っていなくてもしっかりと雨への備えを行っていただきたいと思います。はい、であまり強くは降らないので、まあ、強くても1時間に 1,2 ミリといった、まあ、普通の雨のところが多く、もしかしたらそれよりも弱い時間帯というのも結構あるかもしれないんですけれども、まあ雨に濡れてしまうと、体温が下がりやすくなってしまったり、まあ、作業も、ね、なかなかしづらいといったこともあるかと思います。で1回雨に濡れるとなかなか、濡れたものを乾きにくいということもあるかと思いますので、しっかりと雨への備えを行っていただきたいと思います。九州エリアは気温はやっぱり日差しがないからそんなには上がらなさそうですね。はい、そうですね、気温はだいたい18度9度ぐらいのところが多いですね、まあ、すごく寒いといったわけではないんですけれども、まあ、日差しがないと、長袖重ね着がいいかなといった状況になりそうですし、あとは、今よく晴れていますので、はい、朝にかけて冷え込んでしまうんですよね。阿蘇のあたりでは6度ということで1桁なので、コートないとちょっと朝は寒いですね、寒いかなといったところもありますので、まあ、昼間と、朝晩の気温の変化というのにも注意いただきたいと思います。今の北九州市の方でも、はい、体感は肌寒いですと、はい、チャットでいただいてますね。そうですね、晴れている分、ね、ひんやりしていると思いますので、なるほど、はい、注意いただきたいと思います。はい、はい、分かりました。その他のエリアでも、はい、近畿、東海、あと関東南部でも、はい、そうですね、雨マークついてますね。はい、雨の可能性が高めのエリアはこのラインよりも北側となってまして、山陰や北陸などはあんまりしっかりとは雨は降らないかなと見てますので、まあ傘の出番は少なそうなんですが、ただ山陰方面などは念のため洗濯物は部屋干しの方が安心かなと思われます。あとこのラインよりも下のエリアは傘を持ってお出かけください。で北のエリアほど雨の降り方弱いですので、広島ですとか岡山、ですとか、まあ、京阪神あたりもですね、大きい傘ではなくても、折りたたみ傘でも良いかもし、れませんね。はい、関東も、夕方から
夕方以降雨の予想ですので、朝お出かけいただけるときは傘邪魔になってしまうかと思いますので、折りたたみ傘で良いかと思います。傘、はい、折りたたみ傘カバンに入れてお出かけください。はい、あと北海道の雨は、はい、あ、はい、これは今の低気圧の、はい、そうですね、うん、はい、あの低気圧が西から東に移動はしていくんですけれども、はい、ちょっとですね、まだこの辺りに弱い低気圧がこう残ってしまう、可能性がありまして、はい、でこの、2つの低気圧の影響ですっきりしない空が、続いて、しかも日本西寄りの北西の風が吹きますので、うんうんうん、日本海側のエリアほど、はい、雨が降るところが多くなりそうです。なるほど。であとは上空の寒気も少し強まっていきますので、はい、雨から雪に変わっていくところもありそうなんですね。旭川では今雪のアイコンはついていないんですが、夕方18時ぐらいからはみぞれ、そしてその後雪へと変わる可能性がありますので、朝よりも夜の方が冷え込むところがありそうです。朝あんまり寒さ厳しくなくてもですね、うん、あの夜ぐっと冷え込みます。昼間もなかなか気温上がりませんので、うん、暖かくしてお出かけいただいた方がいいかなと思われます。まだちょっと風も強めなのでね、注意してください。北海道まだ雪降るのかってまだ降るんですよね。結局多分ゴールデンウィークぐらいまでは時々降ることもあるので。ああ、そうですよね、確かに、あの桜咲いてて雪が舞ってるみたいなことも、はい、そうですね、記憶の中にありますね。はい、ああ、なるほど、はい、気をつけていただければと思いますね。はい、そうですね、はい、さあ、あとは天気的なところは大丈夫かな。大丈夫そうですかね。はい、そうですね、あとは沖縄方面ですね、明日雷雨の恐れありますので注意いただきたいと思います。あ、そうだ、ごめんなさい、あと、はい、日付変わって月曜日になりますので、はい、週間の方も確認していきましょうか。はい、はい、週間の天気なんですが、明日降らせる、雨雲はもう19日火曜日には東の方に移動していきまして、はい、火曜日水曜日は本州方面比較的穏やかな空のところが多くなりそうです。はい、ただ、東北ですとか北海道エリアはまた別の低気圧が日本海の方からやってきてしまいますので、はい、明日は割と東北方面北陸方面雨降りにくいんですけれども、はい、あさって火曜日ですね、19日火曜日はざーっと雨が降ったりゴロッと雷が鳴ったりする可能性がありますので注意いただきたいと思います。でその後、全国的なまとまった雨というのは21日木曜日になりそうですね。木曜日は低気圧前線が西からまたやってきますので、この低気圧の周辺雨や風が強まるところがありそうです。はい、で低気圧 の進んでくるスピードですとかタイミング、はい、それから、まあ、位置にもまだブレがありますので、まだそのあたり最新の情報確認はいただきたいんですけれども、うん、はい、ただ西日本、太平洋側を中心に雨が強まったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、この雨の降り方、十分に注意いただきたいなと思います。はい、うん、そうですね、はい、あの週間のマーク見ると、はい、春は、はい、3日の晴れ間なしって、はい、よく言いますけど本当にそうですよね。本当にそうですね。ちょうど雨が1日降って2日晴れて、うんうん、また雨が降るみたいな、そういうサイクルになってきてますね。はい、もう少しすると5月ぐらいになるとこの晴れの期間が長くなっていくと思うんですけれども、まだもうそこまでは見えてないですね。うん、それっていうのは、はい、どういうふうにか、今前線あるじゃないですか、はい、で、なんていうんですか、この時期のっていうのは菜種梅雨とかって言ったりとかね、しますけど、言いますけどね、あの前線がどうなるんですか。あの今出てるこの前線ってこれってまだ移動してるじゃないですか、はい、停滞してないじゃないですか。あ、はい、うん、で春って、うん、あの大きく分けると季節って冬と夏じゃないですか、はい、大きく分けると、はい、で高いところっていうのは冬がまだ残ってるんですよ、うんうんうん、で低いところが
もう夏になっちゃってるんですよ、うん、そういう空気の入れ替えの時期なので、うん、こういった低気圧が発達したりとかシビアな現象が起きやすい。あ、なるほどなるほど、うん、でそうでこの後になってくると、うん、だんだんともう少しは一旦安定するので、うん、乾いた高気圧が大陸からやってきて、まあ、さっき言ったようにゴールデンウィークのことはサスキバレとかね、うん、言われるわけですよね。あ、そういうことか、うん、確かに。やっぱその冷たい空気と暖かい空気で天気って崩れます、うん、そうそうそう、基本的には崩れますもんね、うん、そうかそうか、それがだんだん安定してくるから晴れが続くようになるんだ、うん、そう。でその後今度はさらに夏に向かうために南からぐーっと全体的に暖かい空気がやってくる、うん、で北が押ってくるのでその間でできるのが梅雨前線、梅雨前線、そうそう、今まさに草が書いてくれてるけど、 ありがとうございますちゃんとフォローしていた、はい、今年のその梅雨とかっていう見解はまだ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 出てないですよね。どうしようか、出てますね。お、で、は、ね、一言いただけますか、はい、沖縄の方面しかまだちょっと確認してないんですけど、沖縄はまだそんなに梅雨入りは例年よりも早くはないですかね。はい、5月の頭ぐらいだったかなと思います。確か5月の頭、はい、うん、今あの沖縄はあのもう梅雨なんじゃないかというぐらいのぐずぐずすっきりしない天気になっているんですけれども、うん、まだそこまで前線停滞傾向ではないので、うん、やっぱりゴールデンウィークぐらいかな、うん、という感じですね。なるほど、はい、そうか、ね、今年も、うん、ね、梅雨もありますし、はい、夏の暑さどうなるか、うん、今年って結局ラニーニャになるのかな、ね、っていう話が出てましたね。そうですね、っていう話がありますね。ありましたね、はい、エルニーニョがありました、その次、うん、ラニーニャ、ラニーニャということは、はい、暑い、ね、暑い猛暑かもしれない、かもしれない、うん、はい、あ、そうですか、わかりました、ちょっと覚悟をしておかないと、はい、この夏はそう、ね、僕本当暑いの苦手なので、自分ももう腕まくっちゃった、そうですか、まあ、適度に暑いぐらいがいいですけどね。あ、このところ結構な不純な夏が多かったので、うん、あ、それは言える ね、 なんかね、ぐずぐず系で、はい、うん、お盆過ぎたらもうなんか秋雨みたいな、あ、台風みたいな、そうでした、ね、感じの夏が多かったんですけれども、そうでしたね、適度に暑さも必要かなと。そうですね、はい、草田は夏が好きだって言ってたもんね、うん、いや、そうでしたっけ、違いました、私は冬が好きです。あ、そうでしたっけ、でも夏もちゃんとすいません、ちゃんとね、あの晴れて暑くならないと山にも行けませんし、あ、そうですよね、そういうのもありますので、はい、わかりました、草田さん、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとなんか最後がちょっと閉まらない感じになってしまいました、逆だったよね、はい、そうですね、はい、はい、ということで、明日の天気なんですけれども、明日は九州エリアでは、まあ、1日雨が降りやすい状態が続きますね、うん、はい、でも強い雨ではないということではあるんですけれども、うん、でもその今その避難されている方とかは、うん、その建物の中に入るのが怖いから外で、はい、ですです、ね、今そんな状況なんでいらっしゃるということで、はい、うん、ちょっとね、まあ、できるなら降らないでほしいですけどね、うん、はい、ということで、明日は、九州、四国、中国、近畿、東海、あと関東南部ぐらいまでが、はい、その折りたたみ傘あると安心だと思います。はい、習慣的には、うん、まあ、月曜日に雨が降って火、水、晴れて、うん、木曜日にまた雨と、まあ、うん、周期的に変わりやすいですよという一言でいつも片付けちゃうパターンですね、はい、そうですね、はい、はい、分かりました、ということで最新天気お伝えしました。
さあこの後は、日付変わりまして、18日月曜日になりますけれども、この1時間を使ってちょっと宇野川さんとその、まあ、ちょっとその現状からこれからっていうところを少し、ディスカッションしながらいきたいなというふうに思います。ということで24時スタートです。
こんばんは、24時を回りました。4月18日月曜日ですね、うん、はい、それは日曜ナイトは内容を変えて今日はお送りしております。野田さんよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、はい、この1時間はですねちょっと野田さんと今現状っていうところから、うん、これからを少し考えられるようなお話ができるといいのかなというふうには思っていて、はいはい、うん、先ほど天下目行ってる時間の間に、うん、チャットの方でコメントをいろいろいただいてたんですけれども、はいはい、結構僕も共感できるなって思ってたのは、うんうん、メディア、はい、テレビっていうメディアもそうですし、うん、ラジオとかあと、はい、まあ、インターネットでもメディアって呼ばれるものがありますけれども、うん、はいはい、そういった情報を見てても何でしょう、その今のやっぱよりひどいところを、うん、はい、紹介するっていう、うん、それが別に僕は悪いことだとも思わない、うん、今こういう状況ですっていう、要はそのジャーナリズム的な、うん、はい、そういう活動っていうのは、うん、すごく必要なものだと思っているので、うん、ただそういう情報ばっかりに見えてしまうところがあって、うん、はいはい、現状本当にどうなのかなっていうのは正直思うところではあります。うん、でそれが終わった瞬間に通常編成に戻るじゃないですか、うん、はい、いきなりね、で、うん、L 字で情報が出てるっていうだけになってしまって、うん、さあ今はどうなってるのかっていうところが、うん、はい、本当に知りたいなっていうふうには思うんですよね。で、宇野座さんがこれまでその、うん、ソライブの中で減災、はい、で減災チャンネルっていうサイトを運営していてっていうところで、うん、はい、いろんな方とそのつながりができて、うん、はい、で番組のゲストにも来ていただいたり、うん、ました、で定期的にその情報交換、うん、で今はもう本当にその Facebook ですとか、うん、Twitter ですとか、うん、そういったところでもうネットでもうリアルタイムにこういろいろとやり取りをされている中 で、ね、はい、なんかその情報はこういうふうに見るといいんじゃないのかなっていうのがもしあれば、その今の現状からちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、一つだけこれ自分もそうだなと思って気をつけなきゃならないなと思っていることがあって、いかに冷静に見られるかっていうこと、うん、今の状況っていうのを、うん、大分のことはあまりやらない、うん、そうね、コメントもありますし、で実際大分は忘れないでって言ったようなツイートがあったりとか、でやっぱり大分も同じように家がこう潰れたりしてるわけなんですよ、うん、でそんな状況がある中 で自分がちょっと個人的な話になっちゃうんでね、あんまりこの話 してもどうかなと思いながら、はい、うん、今回の地震もう一度ちょっとさっきの震源域見てみたいと思うんですけど、はい、こんな感じでしたよね。でここすごく自分思い入れが実はあるんですよ、はい、なぜならば、はい、全国セミナーの時にね、あ、そうですよね、この大分のちょうどこの辺りからずっとこう移動してきて、はい、この一番揺れてるところを通って熊本市内に入ってるんですよ。あ、なのでその時通った道路とかが崩れ落ちていたりとか、で熊本城で空読み散歩やって熊本城もひどい状況になっていて、それこそお昼食べに行ったところのアーケード街が崩落してるとかね、そんな状況になっちゃってるんですよね。でそういう状況だとちょっとやっぱり一瞬冷静さって忘れちゃうんですよね、思い入れがあるけどね。そうですね、今回本当にそのサポーターさんに会いに行ってるだけに大丈夫かなっていうのはまずすごく心配になりましたね、うん、そういうことをまず思って、うん、でそれは悪いことではないと思うんですよ、うん、悪いことではないんだけども、うん、自分が本当に今このちょっとあの最初の地震が来た時自分ここで放送出したじゃないですか、そうですね、はい、でここにいなければいいのかなと思って、そこにいないとき、いわゆる一人の一人として単純にいわゆる私の人と書いて詩人であるときは、うん、いや大丈夫かな、あそこがなっちゃってどうなっちゃってるんだろうと思っているのはいいんだけど、うん、公の人じゃないですか、ここにいる瞬間は、うん、はい、そのときはいかに冷静になって情報を正しく
噛み砕けるかっていうのは一つは大切かなと思ったんですよ。反面、僕はあまりその何ですかね、その地震情報だとか、そういった時にメインでは出ないので、逆に僕は自分ごと、より自分ごとに今回感じたんですよね。なるほど。その知ってる方がいる、何かしらそのつながりができているっていうもので、あ、そうですね。だからどうなんでしょうね、まあ、それも人それぞれなのかもしれない、人それぞれなのかなと思って、まあ、あまり時間もないからこの話はしちゃったんですけど、3.11 の時も自分で大津波警報と津波の高さを読み上げながら、ああここオレンジのとこだと思ってやってるわけじゃないですか。でもそこで自分がパニックになったら伝わる情報伝わらないんで、どれだけ冷静でいられるのかっていうのは一個あるとともに、だから伝える人、伝える人っていうのは頭の中を2つに分けなきゃダメなんだなと思って、今伝えなきゃならない情報というのをこっちでなんか伝えつつ、こっちではそこの状況というのを頭に浮かべて今どうなっているのかというのをシミュレーションするという必要性があるのかなと思ったんですよ。でそんな中で実際今どうなっているのという情報が来ると全然変わってくるんですよ、やっぱり。あ、大丈夫なんだと、あ、ここは今こうなっちゃってるんだというところで、それをだんだんこうプロットしていって、どれぐらいの規模感なのかなというのがあるんですけど、ちょっと話が全然ずれちゃったんでなんですが、でまあ、実際ね、さっきやっぱり一番ひどいところやっぱり行くわけですよ ね、 そうですね、大手メディアが、で以前 NHK の気象災害センター長の辻村さん、ちょうど同じ時間にここで解説 NHK で解説やってたんですけど、その人といろいろと話をしたときに、まあ、NHK だからっていうところもあるんですけど、公共性っていうのがあって全国なので、どうしても今一番いろんな人に知ってもらいたいところに行ってしまうと、で報道はあくまでも事実を今伝えるだけであって、その先どうなるのかっていうのを伝えることが今できないので、それが厳しいと、例えば鬼怒川の時も、鬼怒川の時自分が辻村さん自身がこう解説しながら、今同じような降り方を宮城でしてるから宮城も決壊するよと言えれば全然違ったって言い方してました。でもそれを言うと公共放送としてのあれか範疇が外れちゃうので言えないとかね、そういうメディアとして今の役割というか、まあ役割を決めちゃってるのか、その枠から飛び出せないのかは別にしても、そういう状況なので、どうしてもそういう情報が世の中に氾濫しちゃう。でそうなると何が起きているかというと、現地の人からすると現地の人って一番知りたいのって、全滅しちゃったのかそうじゃなかったのかというところが一個あるのかなと思うんですよ。今自分の周りはひどいことになってるけど、一歩向こうに行ったら大丈夫なんじゃないかとか、そういう情報が本当は必要なのかなと、なかなかそれが、見えてこない、逆にそういう情報っていうのは近いからこそ見えないものをっていうのがあるので、それをいかに共有するようにしていくのかなというところが一つポイントかなと思っているんですよ。深いというか難しい話ですね。やっぱそのソライブもそうですけど、24時間やってますと言っても、全国細かくできるわけでもない、ないんで、やっぱりソライブも同じですね、全国派っていう、そういうことです。ことで、その時のその重要度であるとか、プライオリティっていうのを自然とついてしまうんですよね。だと思います。それはだからそのテレビのメディアの持ってる、そこはある意味宿命みたいなものはありますよね。だから今何が一番大事なのかっていうのを、そこに時間を割くっていう話は、っていうのが一つやっぱりあるのかなということ、あと今回の、最初のマグニチュード 6.5 が来て震度7ですと言った時の、自分が最初地震の情報を伝えた時にこういうことを言ったんですよ。皆さんにこの情報は伝わっていますでしょうかって言ったんですよ。いつもそれは思ってて、
余震が頻発するから家屋が倒壊する可能性ありますと、うん、壁が倒れるところもありそうです、うん、近づかないでくださいって言っているんだけども、それが本当に必要な人に届いているのかっていうのはいつも自分の中でわからないっていうふうに思いながらはやってはいるんですよ、うんうん、だからそこなんかそういうところというか、うん、あの実態がわからないとそこで何をどう伝えていいのかっていうのをすごくこう悩む、うん、っていうか、うん、今ちょうど、ね、あのチャットに予報センターの吉野が入ってるんで、うん、あのちょっと彼とも話をしたんですけど、津波マグニチュード 6.4 の地震が来た時に津波注意報が出たじゃないですか、はい、であの時の伝え方がすごく難しくて、それよりも前に大きい地震とかがなければ海岸から離れなってください、高台に避難してください、高台がない場合は近くの3階建て以上の頑丈な建物に避難してくださいって言うんだけども、頑丈な建物が壊れちゃってるわけですよ。じゃあどうやって言えばいいんだ、そうなると高台に避難するしかないわけで、それを言いますよと。でも道路は普通の状況じゃないよねと、じゃあどうやって伝えるのが一番いいのかとか、で意外とでも現地の人に聞いたら、いやいやあそこの道路は通れるよっていうのが分かればもう具体的にあそこ通って行ってよっていうのが言えたりとかね、うん、その辺がすごくこうジレンマというかいうのはありましたけどね、うん、今推定で震度3が、うん、あの入ったようなんですけれども、はい、ちょっと確定の情報を待ちましょうかね、うん、はい、そうですよね、うん、なので、うん、で、こういうことが起きるたびに思うじゃないですか、うん、そのこと、はい、そうで毎回、うん、うんっていう気持ちもあって、で今回ちょっと少しずつ進んできてるのかなと思ってるのは、うん、その情報を発信するメディアが、はい、24時間でずっとやってるので、うんうん、いろんなところで出せるようになってきてるんですよね、うん、確かにそうです、うん、で、はい、あ、地震情報です、はい、地震に関する情報をお伝えいたします。0時10分ごろ熊本県内で震度3を観測する地震が発生した模様です。0時10分ごろ熊本県内で震度3を、観測する地震が発生した模様です。最大震度の推定は、震度3と、なっておりました。実際に観測された震度も震度3ということです。引き続きお伝えいたします。0時10分ごろ熊本県内で震度3を観測する地震が発生しております。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さはごく浅い地震です。地震の規模はマグニチュード 3.6、 この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。現在、震度3ということで、情報の方入ってきておりますが、震源情報が発表されました。詳しい、情報入ってまいりましたのでお伝えいたします。震度3を観測したのは八代市、震度3を観測したのは八代市となっております。その他震度2、熊本の南区、西区、宇城市、玉名市、氷川町、熊本美里町ということで、熊本市の周辺で震度2を観測しております。震度3を観測したのは八代市、震度3、八代市です。その他熊本市内、玉名市、氷川町、宇城市、熊本美里町、こちらで震度2を観測しております。すでにこれまでの地震で、地盤が緩くなっているところ多いかと見ております。引き続き大きな災害にまで発展する可能性もありますので、急な斜面には絶対に近づかないようにしてください。また、不安定になっている建物ですとか、ひびが入っている建物、崩れそうな建物などにも近づかないようにしていただきたいと思います。引き続き余震の発生に、注意してください。以上、予報センターからお伝えいたしました。はい、ということで午前0時10分頃、うん、九州地方で震度3の地震がありました。はい、この地震による津波の心配はありません。
震度3を観測したエリアは八代市ですね。はい、震源の深さはごく浅い、地震の規模はマグニチュード 3.6 と推定されますということです。はい、まだまだ続きますね。まだまだですね、はい、まだまだ、うん、さ、そう、ちょっと議論を、はいはいはい、また戻しますけれども、うん、今回そのいろんな連携ができてきて、一つ象徴的だったのは LINE さんの方で、うん、そうですね、そのソライブをそのまま24時間で出すっていうことが、うん、できたので、うん、これもその前からその LINE さんの方とはお話はしてたんですけれども、うん、今回この起こったタイミングですぐご連絡をいただいて、ですぐ出せるようにうちのスタッフもちょっといろいろとやらせていただいて、それですぐ配信ができたっていうことで、また一つその伝わる、はい、その方法というのが一つ大きなその方法が確立された、うん、でそれ以外にも普段から、まあ、YouTube さんもそうですし、うん、ニコニコ動画さんもそうですし、でアメーバフレッシュ、あ、アベマ TV さんですね、もうそうですし、うん、もうそういったところでそのどん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 出せる場、つながれる場っていうのが増えてきてるっていうのは一つ実感してますね。そうですね、やっぱりこの24時間やり続けるっていうところで、ここに情報が集まってくるっていう形、やっぱそのサポーターとのネットワークと、でそれをさらに外の人につなげていくっていうプラットフォーム、なんかそういう関係性っていうのがうまく回り始めてるのかなっていうのも感じるところではありますね、うん、そうですね、うん、まあ、今回実際ソライブ24っていう番組そのものに普段からこう何らかの形でね、うん、見たり参加したりしてくれてる方の中では、実際熊本の人もいて、うん、まあ、ハングアウトで現在の状況を伝えてもらったりとか、はい、まあ、あとはチャットの中でも伝えてもらったりする方というのが増えてはきているので、うん、別なニュースとしてっていうか、そのソライブ24の入れる環境というのは、まあ、今言ったようにバーッと広がったじゃないですか、要は出口が増えたじゃないですか、で逆に言うと入り口も増えたのかなと。ああ、そうですね、うん、それもありますね。今の状況がどうなってますよっていうところというのをこう、まあ、その場で共有するための入り口も増えたのかなと思うので、まあ、そのあたりの情報というのはどん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 集まってくるようになると思うんで、あとは集まった後にいかにそれを俯瞰で見れるかどうか、うん、そこを作るのがやっぱり次はポイントなのかなと思ってて、でいろんな情報をこう集まってきました、マップにしてみました、そうすると例えば熊本の市内というところを見たときに、この辺は全く問題ないとか、この辺がもうごちゃごちゃだとか、それがまた見えてくると実態っていうのがよくわかる、うん、ようになるだろうなと思ってて、でいろんな情報がバラバラにあるので、いかにそれを集約する、うん、集約してアクセス数、アクセスというか、いろんな人がそこにアクセスできるようにする、で多分いろんな段階がいくつかあると思って、アクセスする方としてはいろんなところにアクセスしていろんな情報を得て自分でその情報を処理するというところ、そこのリテラシーというとか、その辺のところを普段からこう養っておくと意外とやりやすいというのが一個と、で次のステップは処理した結果というのはそこで何らかの形で出てくる、そうなると変わってくるかなという感じはしますね。で実際いろんな情報というところはもうすでに一箇所にまとめようじゃないかというのを、まあ、なんていうかな、その思いを持ってやってる人もいるので、ちょっと紹介しようかなとは思うんですけど、3月11日のトークライブ減災に、来ていただいた減災インフォの小和田香織さんですよね、うん、こちらの方ね、はい、内閣官房高度強靭化推進室の方で、うん、ナショナルレジリエンスコミュニティというところを、うん、まあ、自分なんかもそれ参加して今作ってるんですけど、はい、で運営しているこの減災インフォというやつなんですけど、うん、ほとんどね今回徹夜でやってたみたい で、うん、でここに最新情報入手まとめというのがあるんですよ、うんうんうん、でこの辺をちょっと見ていくと、実際に
こういう形でまとまってます。メディアによる情報から始まって、はい、うちもメディアという、ウェザーニューズも実はメディアというところに分類されてるんですよね。それから現地のメディアの情報、国の機関の情報、あとはボランティアの情報とか、自治体の情報とか、あと研究機関、あとフェイスブックグループというのがいくつか立ち上がっているので、それぞれのリンクというのがこうあるんですけど、意外とこういうどこに行けば何があるのかというのをまとまっているのってないんですよ。でそれぞれがそれぞれでバラバラに運営しているんで、まあ、皆さん思いを持ってやってるんでね、それは全然悪いことじゃないんだけども、すごいいいことやってるんだけども誰も知らないとか、すごく情報としては集まっているんだけども誰も知らないみたいな、それを知ることによって逆に知れば災害を減らすことができるかもしれないっていうのもあって、まあ、今回こういう形でサイトの方を立ち上げて、まあ、実際ツイッターの方でどんどんその情報というのを発信とかしていて、例えば今出しているこのマップというのは避難所のマップをですね、誰かが作ったんですよ。オープンデータを使って作ったやつなんですよ。でそういうのをどんどんと公開したりとか、でこれは社会福祉協議会ボランティアを扱っているところですけど、これですよね、現在まだボランティアの募集がありませんと、なんとなくすぐボランティアという形で行きたくなるんだけども、現地の方からすると災害のステージとしてはまだ震災というかが起きて、救助救出とか応急対策の状況なので、逆に今外部から人が来るとそこをこう処理する手が回らないと、ボランティアが来れば当然ボランティアセンター立ち上げていろんな世話をしなきゃならないので、そこに手が回るだけではありませんよというのを伝える、これ伝えるだけで全然違うと思うんですよ。ボランティアに行こうと思って行ってはいいけどみたいな、向こうからすればちょっと待ってくれという話にはなったりとか、こういう状況がねどんどんと伝えて、今発信されているので、今の状況というのは入手する方法というのは口はどんどん増えてきているので、あとはそれを自分がどういうふうに処理していくのかというところが一つのポイントなのかなと思っています。まだ知らなかったっていうコメントの方がいらっしゃるので、ぜひ減災インフォですね、見てください、であとは、ウェザーニューズはもともとこの減災リポートマップみたいな感じで、ウェザーニューズの入り口から入ってきている人たちの情報というのはこういうふうな形でマップ化はしているんですが、例えばツイッターなんかでもね、ハッシュタグというのがあるので、あれをうまく解析すると、減災リポートに近いような情報というのが出てくるんじゃないかと、でそれをマッシュアップする、でマッシュアップというところは、首都大東京の渡辺先生が実際にこれは今回、今リアルタイムでやってるんで、雲も重なってますけど、震源の位置と減災リポートというのをこういう形で重ねてますよね、でこういう形でいろんな情報というのが世の中に出回っているものが一箇所で集まると、それを俯瞰していろんなものが見えてくる、できればこういうのをバラバラにやらずにまとめてやった方がいいのかもしれないし、でバラバラにやってもどっかに行けば全部がいろんなところにアクセスできるという形にしておくのがいいのかなと思います。なるほど、実際にこれはそのサイトかなと思います。まずはここからかなという感じがして、そうですね、正直何が一番いい形なのかはよくわからないです。一極集中ってやってしまった途端に、多分今のその何ですかね、その上位形的な形になってしまうのかもしれないし、できればネットワーク型でやりたいですよ、なりたいじゃないですか、そのネットワーク型のやり方であったりっていうところがまだ並んでる途中って感じがしますよね。あと全体を見たときに、今現実として目の前に被害に遭っている人たちの数とそうじゃない人の数ってすごい差が出るじゃないですか。だからそうじゃない人たちがこの状況を知ったときにどうするかだと思うんですよ、次は。そうですね、
この間の減災ディスカッションっていうので、はいうんはい、ちょっと番組の中でやらせていただきましたけれども、うん、やっぱそこがそうですよね、ほとんどの人はその現地にはいないっていう状態で何が貢献できるのかっていうところ、今の状態では、ボランティアも受け付けていません、うん、ですの状況なのですよね、はい、っていう状況で、うん、何が貢献できるのか、うん、でみんなの注目度も高いっていうところですよね、うん、そこは多分個々人いろいろあってると思って、うん、まあ減災インフォで今さっき紹介したここに来る人たちっていうのはどちらかというと IT 技術が、うん、あのリテラシーが高い人なんで、うん、自分でそのさっきのマップを作っちゃうとか、うんうんうん、そういうのって現地じゃなくてもできることじゃないですか、うん、そういう形で現地のいる人たちがあの今の状況を把握しやすいようにやるというのが1個あるんですけど、じゃあ IT 技術自分のところないですよと、うん、じゃあどうしたらいいですかと、うん、なると、まあ、自分もここで話をして皆さんとのコミュニケーションを取るという方法もありますけど、うん、じゃあそうじゃない人はどうしたらいいんだろうと多分いろいろあると思って、うん、あの今日ニュースにもなったけど東京 の熊本のサテライトショップ、うんうん、あのよく、まあ、千葉もあって ありますね、あそこも人がいっぱい並んでそうですよ、はい、要はそれを熊本のものを買ってそれで支援しようと、うん、それもそれでありなんだろうなと思って、なるほど、うん、そうですね、うん、あの減災とか防災とかその災害対策考えるときに答えを1個に決めちゃうと絶対うまくいかないと思うんで、であとは先ほどの IT 技術を使っていろんなマップとかいろんな出てきます、似たようなものが結構出てくるんだけども、一番やっちゃいけないのはそこでお互いを批判し合っちゃうこと、うん、うん、お前のとこはこれこれこうなんじゃないかとか、うん、批判してる島があったらやれよっていうところもあったりとかね、うん、現状ってどうなんですかね、要はその母体が違って個々に活動してると、うんはいうん、なんかそういうのもありそうな気もするんですけど、ね、うん、あのぶっちゃけ言っちゃうと、うん、今はほとんどないですね、こういう人たちは。あで出てくるのが学生先生方とかね、ああ この場なんて言っちゃいますけど、はい、結構やっぱりありますね、うん、今回の断層の動きとか、ある先生はこれこれこうだと言った、うん、ある先生はこれこれこうだと言った、うん、ある先生はこれこれこうだと言ったとか、で先生方によっていやああだこうだああだこうだと、で多分現地の人は今回の断層がどう動いたとかなんとかかんとかっていうのは極論すると関係ないと思うんですよ、うんうん、この後で大きいの来るのか来ないのか、うんうん、で来たらどうなんだというのも一個あるし、うん、あえてやっぱり天気の情報が必要だと思うんですよ、うんうん、雨が降ることによって次に起きちゃう災害というのがあるわけなんでね、うん、だからそういうところっていうのが本当にそこにいる人たちが欲しい情報、うんうん、それがねやっぱり伝わらないとねダメなんだろうなと思う。誰のための情報源を目指しているのに尽きる気がする、うん、そうそう、なるほどね、うん、そうですよね、そうなんだよね、うん、であとはほら、まあ、物を送りたいっていう、うん、あの支援物資というのもあるんですけど、はい、あれもあの、まあ、阪神・淡路大震災もそうでした、うん、東日本大震災もそうでした、必要とされてないものが大量に届いてしまって、うん、それを処理しきれない、うん、それによって新たな仕事が増えてしまう行政とかいうのがあったりとか、まあ、それのところが最初は全く本当に情報がわからないから、うん、みんなよかれと思ってやると思うんですよ、そうですね、悪意はないはずなんで、ないですね、善意で全部やるんだけど、うん、実はそういうことになっていると、だから今は現地から発信ができるんで、うん、今はちょっとこれはいりませんと、極端に言い出すとね、うん、今不足しているものはこれとこれとこれですというのとかを発信できるようになったんで、それをね、今の被災エリアとそうじゃないところでのコミュニケーションとして、コミュニケーションツールというかその中でのやり取りっていうのができるようになっていけばなというふうに思いますけどね、うんうん、なるほど、うん、なんかその貢献できることの段階っていうのも、うんはい、あります、要はその発生してから時間経過においてできることを、あとはそのなんですかねレベルじゃないですけど、うん、っていうのもいくつかありそうな感じですね、うん、で 今このステージだと、はい、あのさっきの
本当にコロナになっちゃってるんで、それいわゆる救助救急救護とかそういうようなステージなんで、これがまた落ち着いてきた、で最終的に避難所にで生活を続けなきゃならない人は何人かという話に今度なってくると思うので、その後避難所生活が長期化する人たちに対して何ができるのかといったようなまたステージが変わってくると思うんですよね。だからまあそれ言い方が正しいかどうかわからないけども、救助救急が必要です、救護が必要です、血が足りません、献血行ったっていいじゃないですか。これだって巡り巡ってそこに行くかもしれないとか、そういうのもあるのかなと。役所のアカウントとか気にしてみるのも良い、そうですね、そうですね、自分の住んでるエリアの、とか、あ、それもねちょっとこちらの方にあります、この減災インフォの方に、ここに、自治体の自治体公式ツイッター自動で教えますというのがあるんですよ。この JP1741 というところで自治体名を入れると、あなたのアカウントはこれですよというのがポンと返ってくると。自分の住んでいる自治体のアカウントはこれですよと返ってくるというのがあって、これはあの小原さんとあのツイッター社の方の渡辺さんという方、まあ、あのこちらも私のレジリエンスの関係でつながっている人なんですが、もう一回教えていただけますか。何で検索すればいいですかね。まず減災インフォを検索するとこのページが出てきます。そうなるとですね、ここに進捗情報というのがあるんですね。で今一番上が今回の熊本の話、2番目が各自治体の情報、でこの3番目にもっと地域のツイッター、日本の自治体公式ツイッター自動で応募しますというのがあるので、これをクリックしていただくと出てきますと。じゃあ自治体のツイッターのインフォグラフで見たときにどれだけ発信してるんでしょうかというのが出てくるんですね。今こんな感じですと、薄いところと厚いところもやっぱりありますねと。色が濃い方が、ツイッターを導入してる、自治体が多い。やっぱり少ないんですよね、九州ね。本当だ、まあでも実際に自治体で働いている方がそれを運営するってことですよね。そうです。で一人張り付きですよ。千葉市もツイッターはいくつかある中で、特に広報とかに関係するところは公式ツイッターが1個あります。もう一つはよくあるちょっと緩い中の人っていう、この2つのツイッターがあるんですけど、その人と会いました一度、中の人と、で会ったら、いつもどうしてるんですかって言ったら、一人でやってますかって言ってて、現状そうですよね。それが実態なんだろうなとは思ってるんですよね。それが別に悪いこととかいいことではなくて、なるほど。もう一つ、東日本大震災の時にも、やっぱそのツイッターであるとか、SNS の情報みたいなものっていうのをもっと活用しようという流れがあって、で今回やっぱそれでいろいろと活動されてる方も増えてきましたね。増えてきましたね。その後にここに出てますけどね、これがもともとスタートのきっかけだったのがこれだったんで、そうなんですよ。この間その番組の中で、ちょっとハングアウトで、やり取りしてたので、なかなかその会場で議論してたのが、放送の方には伝わらなかったかなっていうふうには思ってるんですけど、あそこで何を話してたのかっていうと、ネットで何ができるのか、で多分怒ってる時は、多分できることってもう物理的に離れてるので、ないんだろうなと、そうだと思います。なんですけど、日頃からできることっていうのは多分あると思っていて、でそれが、今回その熊本の方でそのリポートを送っていただいたり、ハングアウトに出ていただいたりっていうのがあったじゃないですか。あれってやっぱりその前に全国セミナーっていう形で、あそこに行ってたからこそよりそのつながりも強くなったし、だからこそ今ああいうふうにやってくれるっていうネットワークができたのかなと。でそれを
ロジェクトアイコンもそうですけど、日頃からその自分がそのエリアが好きで、うん、地元が好きでやってくれてるっていうところが、はい、そのそういう時に生かされる